バナと銀、当時の国の姫君は、アメリカ生まれの画家ジェームズ・マクニール・ホイスラーの絵である。1863年から1865年の間に描かれた。絵は現在、ワシントン DC のフリーア美術館のピーコックルームの、ダンの髪型にかかっている。姫君は、着物を着て、そして無数のアジアのものの中に立っている西洋の、美しい女性を描いているが、 その中にはいくつかの陶磁器のみならず敷物及び屏風も含まれている。彼女は内輪を持っていて、そして絵を見るものを、もの、思わしげに見ている。全体は、印象主義的な方法で描かれている。姫君の額は、円を無数の区形と組み合わせている、絵と同様のモチーフで飾られている。愛好家元マック・ヘールは、ホイスラーは、姫君を描いたときに、 同様なテーマの紫色と金色の安らぎ第二番、金病風のように大量の金色をしばしば使ったことに注意している。絵そのものは金を少しも含んでいないけれども、英国の船舶界の大物、フレデリック・レイランドの自宅に展示されていた間は、金と青の内装の中にあった。ホイッスラーによるスケッチの地に覗かれた花々を示す、姫君は、 1863年と1865年の間にホイスラーによってマリー・スパルタリ・スキルマンをモデルにして描かれた。スミソニアンの応援エエドワーズはスパルタリを当時の美術家全員が描かせろとしつこく要求していた英国系ギリシア人の美人と特徴を付けている。姫君はアジアの環境でアジアの衣装を着た西洋の女性を描く期間の間に 描かれたホイッスラーの複数の作品の一つである。いくつかの彼の他の作品の場合と同じく、ホイッスラーはこの作品の全体的なレイアウトを準備するためにスケッチを利用した。別の複数のディテールは後に付け加えられた。残っているあるスケッチは花々を描いていて、そしてそれらは後に作品から除去された。背景の白い屏風は ホイッスラー所有のものであったかもしれない。ピーコックルームの暖炉の髪型にかかる、当時の国の姫君フリーア美術館、姫君が飾られた苦ジの間。ホイッスラーは、部屋全体をコント可に塗り替え、壁にクジクを描き足した肖像が完成した時、スパルタリの父親はこれを購入することを拒んだ。ホイッスラーの大きな署名は、別の回転になりたい人を引き下がらせた。これが、 ホイスラーに、長型の署名を発達させたかもしれない。絵の初期の遠隔は、その後、かなり定かでない。1865年に、姫君は、パリサロンに展示された。翌年、これは、ロンドンのギャンバートの、フレンチギャラリーで展示された。ホイスラーが南アフリカにいた時、展示が終了したので、彼の友人、ダンテガブリエル・ロセッティが絵を受け取った。ロセッティかまたは、 ホイスラーの指針で恋人のジョアンナ・ヒファーナンのいずれかによってフレデリックフスであると考えられる未知の美術収集家に売られたのはその時であった。姫君は1867年にホイスラーに戻された。数年後、肖像画はレーランドによって買われた。彼は姫君を高規定の陶磁器で一杯のダイニングルームで展示したが、 しかしトマスジキルによるその装飾を不快に思っていた。ホイスラーは新たな入手物を強調するように、レーランドが部屋の着色を変更してはどうかと提案した。ジキルが病気であったので、再デザインは後にホイスラー自身によってなされた。その結果がピーコックルームであった。しかしながら、ホイスラーの変更はレーランドが希望した以上に徹底的であったので、 結果として二人はいさかいを起こした。1892年、レイランドの死後、姫君は、ロンドンのクリスティーズで、アレクサンダーリードに売られた。さらに数年後には、ウィリアム・バレルに売られた。1903年8月20日、姫君は、当時の姫君という代で3750ポンドで、チャールズ・ラングフリーアによって、ロンドンのボンド・ストリートで、買い取られた。彼は、それを、 ミシガン州デトロイトの自宅に保管した。翌年、彼はピーコックルームを入手した。1906年、彼は両者をスミソニアン学術協会に寄贈した。1919年のフリーアの死の後、姫君とピーコックルームの両者は、ワシントン DC のフリーア美術館に移されたが、これはフリーアによって設立されたスミソニアン学術協会の美術館である。姫君は、 フリーアギャラリーのピーコックルームに収蔵され、アジアの陶磁器の回転するストックの中、暖炉の髪型にかけられ続けている。2011年、姫君は Google アートプロジェクトによって1ギガピクセルを超える解像度でデジタル化された。これは無数のより小さなデジタルモザイクを集合させることによって遂げられた。批評からは絵において 18世紀のフランスのシのあずりのスタイリングのみならず絵における日本の浮世絵師北川歌丸の影響を見ている。1865年のパリのサロンの辞表においてギュスターブ・バティエは子供の息でさえこれを吹き倒すことができようと言って絵は展示の準備ができていないと書いた。彼はまた絵は思いつきと気まぐれに過ぎないと書いてホイッスラーは現実を表現しているという信念に 意義を唱えた。その学位論文において、キャロライン・ドス・ウィル・オールダーは、姫君は、額に入れないで見ると、ピーコックルームによって飲み込まれようとしているかのように、思われる、不注意に取られ、縁を詰めて切り取られた写真という印象があると書いた。しかしながら、額に入れると、彼女は、これは、持ちこたえるだけのプレゼンスを備えた神秘的なものと、わかる。ありがとうございます。